回のタイトルは、リップルは24時間で35万 RLUSD ステーブルコインを大量発行です。ぜひ最後までお付き合いください。画期的な動きとして、リップルは24時間以内に35万 RLUSD ステーブルコインをミントしました。リップルの RLUSD のミントと召喚を追跡することに特化した XRPL コミュニティ X アカウントであるリップルステーブルコイントラッカーの報告によると、このミントは30万 RLUSD と5万 RLUSD の2つのトランザクションで行われました。リップルの RLUSD ステーブルコインは現在 XRP レッチャーとイーサリアムメインネット上でプライベートベータ版となっています。リップルは8月初旬、両方のブロックチェーンで RLUSD ステーブルコインのテストを開始しました。リップルによると、このフェーズは RLUSD ステーブルコインが広く配布され、規制当局の承認を受ける前に最高のセキュリティ、効率性、信頼性の基準を満たすことを確認するために非常に重要です。リップルは4月に初めて米ドルに連動するステーブルコインの発行計画を明らかにしました。これは XRP レッチャーに高品質の資産を導入し、ユーザー、開発者、アプリケーションに新たな機会、流動性、機関によるユースケースを提供する重要なマイルストーンとみなされています。またこのトークンは短期米国債、ドル預金、現金同等物によって裏付けられています。最近のステーブルコインの大量発行は、今年後半に予定されている待望のローンチに先立ち、テストを強化するというリップルの大規模な取り組みの一環です。 XRP レッチャーに新機能が追加される予定。 XRP レッチャーはメインネット上で2つの修正が有効になったため、新しい機能が追加される予定です。 XRPL エクスプローラーの XRP スキャンによると、修正案であるフィックスプレビオス TXNID とフィックスエンプティ DID が XRPL メインネットで有効になりました。これらの修正案は、それぞれ元帳オブジェクトの動作と今後の DID サポートを修正します。 XRP レッチャーの修正は、トランザクション処理に対する新しい機能やその他の変更を表します。 XRP レッチャーの修正システムでは、コンセンサスプロセスを使用して XRP レッチャーでのトランザクション処理に影響する変更を承認します。完全に機能するトランザクションプロセスの変更は修正として提供され、バリデーターが投票します。修正が2週間で 80% 以上の承認を得た場合、修正は承認され、変更はその後のすべての元帳バージョンに対して永続的になります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。